ちは。ですね、今日は、カイト君に使ってドラコンチャレンジをしたいと思います。なぜかというと、あのフリアゴルフガーデンで行われる、大志田会で、打った飛距離で一番飛んだ人はなんと5万円の商品券が当たるということで、僕たちが、参加資格はないんですけれども、勝手にやってみようと思います。で、16ミエカが出てきて、いろんなドライバーを打ちながら一番飛んですって言い方なので、はい、僕の過去のドライバーを持ってきました。イエイ、はい、はい、一番最初に買ったドライバー、ピンのドライバーで、未来ゴルフ今使ってるドライバーで、今迷いながら使ってる J ビームのドライバー、あとカイト君ドライバー、俺のドライバー、はい、と古谷ゴルフガーデンにあったかっこいいロマロドライバー、あったお借りしました。これかっこいい、かっこいい。一番飛んだ飛距離をスクショにしてインスタに上げるっていうことをやりました、はい、やりました。お前の商品から頑張りましょう。では最初に選ぶドライバーどれですか。じゃあ俺、宮下エース。宮下エース、宮下エース。僕からでいいの。いいよ。あ、そうね、順番でいくか。じゃあとりあえず宮下エースからで、はい、僕らもじゃあ交互に、はい、送っていきましょう。宮下エース、品会館、宮下エースでいきます。ヘッドがちっちゃい。じゃあ振ります。いい音じゃん、いい音じゃん。まん右まん振りたい。めっちゃ右いった。243ヤード、ボールスピード77でしたけど全然飛ばねえってことボールスピード77でしたけど、普通だったら300いくってこと。いくけど今右いったから。じゃあ宮下ドライバー、はい、まん振り。できねえ、首が痛い。お、行ったじゃん。うますぎた。俺より飛ぶんじゃないのこれ。どまっすぐ行って。めっちゃ行った。226。でも良かったよ、ね。良かった今の。ボールスピード62。いい方だよ、ね。いい方。じゃあ次行きましょうか。初代ドライバー。宮下と初代。宮下初代ドライバー。宮下初代で。スクショ撮って。写真を撮るんでしょ。そうそう。あと俺の。カイト君、じゃあ次から超えるよ。はい、OK です。じゃあそれでは宮下初代いきます。初代ドライバー、いい音じゃん。めっちゃ上がってきた。 G です。 G ドライバー。249ヤード、結局これ当て事しなかったらちゃんと当たるんだね、うん、ドライバーって。さっきすごい感じでかっこれよかった。ほら、おっ、どこ行った。え、でもちゃんと当たったんだけど。どうどう。220ヤード、一緒。さっきのやつはこう飛んでるでしょ。220ヤード。なるほど。でもちゃんと当たってるね。ちょっとじゃあ次、宮下迷いドライバー。宮下迷いドライバー。次、宮下迷いドライバーで。J ビーム。J ビーム。宮下迷いで。これ絶対左行かないんでしょ。スライスしないって言ったよ。スライスしないの、うん、左に引っ叩きます。どこ行った？左、まっすぐえ、でもこれ完全に280くらい行ってますよね。ちょっと待って、おかしい。厳しい。273ヤード、はい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 、じゃあこれで、はい、5万円を狙ってください。これで5万円を狙いに、はい。これが、え、でも当たりってさっきの2個と一緒くらいだよね。いや、一発目の方が良かった。一番初めが一番良かった。それ気持ちいいでしょ、当たると。久しぶりの宮下迷いドライバー。
迷い。いいんじゃない？迷いとまっすぐ。でもこれ210いくつとかだよ。結構辛い、やっぱり。辛いです。207。宮下迷い。え、どれが行くんだ？今一番初代よ。じゃあ次、カイトドライバー。カイトドライバー。カイトエースでいきます。エピックの初代の。エピックの初代のキャフトが PP7X。230。一番いった。あれ。やっぱり今時のドライバーがいいのかな。はい。次、拾ったロマロ。お返ししたロマロ。拾いロマロでいきます。拾ロマロで。どこ行ったか見えない。全然帰ってこない。音が良かったよ。231。硬っ。この人パワフルですね。パワフル、すごい。だいぶ色が黒いんだと思います。いや、色が。肌が黒いんだと思います。結構元野球やってた系、テニスとか野球とかっぽい。ラグビーです。ラグビーですよ。ああ。ワンチームなんで。なんか腕力を感じるよね。これ使ってる人ね。マスター、全然すぐないです。タイミングが…お？いいんじゃない？来てるよ。合ってる。普通なんかさ、ボディービルダーのさ、掛け声みたいなやつ。なんかその、なんつうの、なんか、よ、昆虫みたいな腹みたいなさ、言い方。これ一番飛んだかもしれない。一番飛んだかもしれない。見てください。127ヤード。もう一回。もう一回です。悲しいから。もうダメ。力入っちゃった。もう打てない。普通、普通に打てば一番飛ぶ説あるんですよね。飛ばないですね。ということで、我々の一番飛んだやつは、僕はキャロウェイエピックの TP7X でした。僕は J ビームの ZY9 でした。で、これをインスタに投稿して、ツイッターと、そう、どっちか。で、ハッシュタグをつけて、書いてある、うん。来たら書いてある。で、そのつけるハッシュタグをつけて投稿すれば、もしかしたら1万円または5万円が当たるチャンスですね。10人に1人必ず当たるから、はい、だから友達10人連れてくれば絶対誰か当たる。そう、そういうことで、まあ、はい、割合的にはということで、ちょっと古谷さんはすごく太っ腹にやってるから、あれちょっと感想なんですけど、あんま顔あれなんですよ。ドライバーちょっと飛ばないと飛ばない。よく分かってることは分かんない。それはもう全て自分のここです。うん、な感じがした。そう、自分はこれだなって思うクラブを使うのが一番いいので、うん、その大試打会、ショーじゃないですよ、大ですよ、うん、大試打会で
16メーカーあるので、ぜひ皆さん自分にぴったりのクラブ、安心して持てるクラブを選んでください。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。ます。